なわけでね、この動画を見ている君はもう物件の見方はマスターしているはずだ。ならばあとはインスペクションに行くのみ。さあインスペの日は大事よ。五感を研ぎ澄ましとかんといかんけんね。そう、案外大事なのが直感力。家に入った感じとか、その人と話した感じとかでなんかしっくりこんなとかって思ったら、だいたいやめとった方がいいね。でもかといってこんな人がいます。これもいまいち、あれも嫌、これも最悪、全然いい物件ない。はい、これもダメですよ。引っ越さんといかんちゃろ。そしたらどっかで決めんといかんやん。ある程度の妥協案っていうのも持っとかんといかんよ。はい、そしたらさ、インスペに来ましたと。したらね、まず家のね、貸主の人がね、案内してね、くれると思うんで、その説明を聞きましょう。さあ、家の中を見ながら、どこをチェックするか。一番大事なのは、ズバリ、キッチンです。いや、これほんと、大体キッチンを見ればね、その家の生活状況がわかります。シンプルに綺麗か綺麗じゃないか。片付いているか片付いていないか。食器が出しっぱなしになっとったりね、食べ物のカスがそこら辺に散乱しとったりとか、使われる布巾がどう見てももう何ヶ月も変えられてないボロ雑巾みたいになっととかね、ゴミ箱は満タンなのにぎゅうぎゅうに詰め込められとるとかね。キッチンが汚いシェアハウスは大大不潔を不潔だとね思わない人たちが住んでおります。大体ゴキブリがシェアメイトとして数万匹住んでますね。カビの生えた食べ物と一緒に冷蔵庫シェアしたくないよね。ハエの死骸でいっぱいになった鍋を使いたくないよね。それからキッチンを見るときにパントリーがあるかどうかもチェックしましょう。自分が住んだときにね、自分の食べ物をね保管できる場所があるかどうか。だいたい何段かにね分かれた棚がありますんでね、そのうちの一棚を使わせてもらうといった感じになるかなと思います。確認するだけでダメよ。ちゃんと中を見させてもらわんと。ここでねまたパントリーの中の感じとか見れるけんね、むちゃくちゃ汚いかもしれんし、ネズミの糞だらけになっとうかもしれんしね。はい、それから冷蔵庫の大きさね、これ大事ですよ。シェアメイトがね、6人もいるのに冷蔵庫1人冷蔵庫1人じゃん、冷蔵庫1つじゃね足りませんからね。6人住んでるんだったら少なくとも冷蔵庫2つないとかなりきついです。それから冷蔵庫もね、綺麗かどうかね、なんか調味料とかこぼれたまんまね、なんか固まって臭い匂いがしようかもしれんしね。まあ、というか今言ったところはね、普通は案内してくれる人がねこう見せてくれると思う。はい、ここがパントリーですよ、はい、ここは冷蔵庫ですよ、あなたはこの部分が使えますよみたいな感じでね、普通は案内してくれます。フライパンとか食器とかはだいたい使わせてもらえるところが多いんですけれども、まあ念のためね、その時に聞いてもいいんではないでしょうか。はい、次にバスルームね、これも単純に綺麗かどうか、赤カビとかね生えてないでしょうか。でさっきからね、まあこう見る箇所言ってきようんやけど、とにかくイメージが大事よ。自分が住んだ時にね、ここに住んだらどうなるのかなといったイメージを膨らませながら見ていかんってか。なるほど、ここがバスルームかと。シャワーとトイレがね一緒にあるパターンかと。これやったらシャワー誰か使いよったらトイレ行けんやんみたいなね。あ、でも実は向こう側に個室のトイレがあるけん大丈夫かとかね、こういろいろこうイメージするわけですよ。はい、そしていよいよ自分の部屋、シェアルームの場合やったらどんなやつが住んどるのか、これが一番気になるところよね。インスペ行った日にそいつがおったらいいけど、おらんやったらもうその周りのベッドの周辺のね感じでもう推測するしかないよね。巻きタバコの葉っぱとかその辺に散乱しとったりしてないかなとか。はい、クローゼットも見ましょう。クローゼットがあるかな、自分のスーツケースとか入れるスペースまであるかな、ちょっとしたサイドボード的なやつがベッドの隣にあるかなとか。これあるとないとじゃ全然違うけどね。時計とかさ、携帯とかさ、みんな置いたりしたいやろ。はい、そしてオンルームの場合は机があるかどうか。せっかくのオンルームなのに部屋に机がなかったら、結局リビングとかダイニングとかに行ってさ、みんなのおるところで勉強したりとか気を使わんといかんくなるけんね。せっかくのオンやったら机があった方がいいと思います。あとは一応ね、洗濯機とかね、洗濯物を干す場所があるのかなとかね、見てみると。まあ、ざらっとねこう話してきたんやけれども、もうほんとパッと見て綺麗かどうかよ。大体ね、インスペクションで誰かが家を見に来るってなったら、あらかじめそれなりに掃除とか綺麗にして出迎えるもんなんよ。それすらもできてない家は論外。もう豚や豚が住んどうよ、そこには。
はい、ここまでこう見てチェックするポイントなんかを話したんですけれども、見るところ以外聞いておいた方がいいポイントとかっていうと、ミニマムステイっていうのがあります。これは家によっては最低何ヶ月は住んでくださいねみたいな、お願いみたいなのがあります。これはね、やっぱオーナー側からしても3ヶ月住みますとかって言われてさ、1週間ぐらいして、あ、やっぱりやめますとかって違うところに行かれたらさ、また新しく人を入れんといかんやったりとか大変なんよ。やけんこういうのが決められてます。で、それと合わせてノーティスっていうのが決められてます。大体ノーティスっていうのは、家をね出ますよっていう日の何週間前までにオーナーさんに伝えてくださいねっていうことですね。少なくとも2週間前には出ることを伝えてくださいねとかね、こういうのがノーティスって言います。ノーティス2週間とかね、ノーティス1ヶ月とかね、1ヶ月前には教えてくださいとかね、急に言われても困りますよってことですね。それから水道光熱費、これがレントに含まれているかいないかね、これも大事よ。レントとは別にもしかしたら水道光熱費は割り勘で払わないといけないとかね、あとインターネットね、 Wi-Fi も別枠で払うのか、それともレントに含まれてるのか、それから Wi-Fi だとアンリミテッドなのか、無制限の Wi-Fi 使い放題の家なのか、それともリミットがあってここまでしか使えないよっていう家なのか、そこもチェックしておきましょう。あとトイレのトイレットペーパーか、トイレットペーパーも自分で買うのか、それともオーナーさんが用意してくれるのか、それから大事なのがレントの支払い方法ね、現金で何曜日に渡せばいいんですかとか、それとも振り込みなんですかとか、レシートもらえますかとかね、そういったところやね、まあ、大体ね思いつく限り大事なところを話してきたんですけれども、まあ、大体こんな感じと思います。ここまで注意してやってもね、どうにも防ぎようのないことがあります。それは人間関係です。結局ね、やっぱりどんなやつが住んどうかっていうのは一緒に住んでみらんとわからんのよ。それからね、君がね入った後にもどん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 人は変わっていくけんね、その後のこととかはねどうすることもできんけんね、変なやつが入ってくるかもしれんし、ね、そういう人がストレスとかね、そういったトラブルのね種になったりすることはあります。防ぎようがない。これはやけん、なるべくみんなが失敗せんようにね、ここまで話をしてきたんですけれども、実は俺がみんなにね一番伝えたいことっていうのは、みんなには強くなってほしい。やっぱ他人同士がさ共同生活するわけやけんが、そりゃ全てが丸くは収まらんよ。嫌なこともあるかもしれんし、我慢せんといかんこともあるかもしれん。そしたら喧嘩になるかもしれんけど、それでいいよ。いや、シェアハウス楽しいけん、全然知らん人とさ一つ屋根の下でいきなり暮らし始めるんよ。起きてさ、隣誰やこいつみたいな、知らんやつが寝とってさ、でもそれが面白いんよ。ね、他にもいろいろ住んどって一緒にご飯を食べたり話したりしてさ、楽しいよ。いや、リアルテラスハウスやけん、最高な部分がたくさんあります。やけんね、いろいろねちょっとした嫌なことにね目をやるんじゃなくって、それすらもね楽しいなって思えるような、そんな強さをね、せっかくここねオーストラリアにね来とるんやけんが、持ってもらえたらなと思っております。それでは皆さん、じゃおー。